どうも、サユコタです。過去2回ギターを紹介してますけども、最初言ってた3、4回では全然終わらないですね。本日は、この後ろにいます、こいつ。このよくわからない色ですけども、黄色なのか、黄色じゃないのか。よくわからない色ですか。クリーム色ですね。このギターを紹介したいと思います。重たいんですよね、ギターってそもそもね。このギターは、いわゆる、通り名というのは、セミアコです。セミアコってどういう略なんでしょうかね。それは僕も知らないですけども。まあ、セミアコのアコというのは多分アコースティックって話だと思うんですが、このエレキギターはですね、まあ、箱物と言われるんですが、ここのデザインですけども、ここにですね、空洞があるんですよ。で、こんな、この、こことここの間に、エレキギターの部品が、わーっとなってるんですが、このですね、まあ、空洞があることによって、音の通りが、生音でも、普通のこういうね、レスポールよりかは、いいんです。で、これもエピフォン社ですけども、エピフォン社の、ドット、ありますか？ドットという、モデルです。で、僕がなんでこんな、ギターです、そしてこの色が良かったのかというとですね、そもそもこれは、2015年に、手に入れまして、で、僕は2015年というと、オメガを、まあ、作った年なんですが、オメガで「ブルーハーツの夕暮れ」という曲をね、やると決まった時に、あれオリジナルがね、アコースティックギターが入ってるんですよ。でも前回話した通り、僕はアコースティックギターを LINE でね、電気を使ってこう音を出すのが好きじゃないんで、でもレスポールでやるとね、ちょっと音がロックすぎるっていうんで、で、その中間を取ったこのセミアコをね、まあ、購入というかね、その手に入れまして、なのでもう夕暮れの時は必ずこいつを使いますね。だから夕暮れが入ってるセットリストはもう全曲ギターはこれになります。雨上がりが入ろうが、雨上がりもだからこれでやりますね。そういうことになりますね。雨上がりは基本的に僕はこのレスポールを使ってたんですが、この前オメガでチクタクに出た時は、その2本持っていくのがめんどくさかったので、もう全曲これでやってしまうと。別にね、これでもできないことはないんですよ。普通に音も強いですしね。で、まあどんな音がするのかというのを紹介しますね。ここにスイッチがありますけど、これもピックじゃなくて、ピックアップですね。マイクの切り替えスイッチでございます。まずこの一番上ね、リズム。やっぱベース。こういうのはね、割とブルースですね。僕はあんま使わないです、このピックアップ。僕はまあこの真ん中か一番下ですね。ちょっと違うの分かりますかね。
まあだから中間的な音ですね。だ低音も高音もそれなりに響く。割とこれはね静かめというか曲の時にやりますね。そんなに激しくやんない曲ね。みたいなね。でこういうのでってやってもねそんなかっこよくない。やっぱエフェクターとかねそういうの使うといいんです。高音がきついというかね、うん、高音が響くようになってますね。比べるとやっぱこっちの方がこっちの方がまあ似合いますよね。まあこういうのもセンスなんでね、正解不正解はないですけどね。まあでもこれも非常に僕の音楽活動においては欠かせないギターですね。だいたい僕はあのレコーディングするときとかだいたい2本使うんですよ。だからこいつと、この後ろにあるレスポールって、ね、でベースは僕の歌ってまあ普通にベースは入ってますけども、でもあれは本当はベースじゃないんです、こいつなんです。エフェクターでオクターブ下のスイッチを押してベースにしてるんですというからくりもあるんですね。まあベース変えようって話なんですけど、買うほど上手じゃないので。まだね、いずれかは手にしたいですけどね。絶対その方が楽なんでね、まあ、それが、ま、手に入ったらまた報告しよう。はい、そんな感じですね。このギターもいろんなとこに連れて行きましたね。一回僕ねこれをね 2,3 回かな落としたことがあってね、だからねこう裏とかにね傷がかけてるんですよ、こういうとことかね。なんですけども頑張って生きてます。このトランプが途中で取れたりしたんでね、そういうことがなってしまったんですけどね。はい、ということで今回はこのセミアコエピフォンのドットでございました。また次回。